今日は塩という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目はこの辺りから少し右上がりの横画を書きます。2画目、2画目は1画目のこの辺りを通る縦画を書きます。3画目、3画目はこの辺りから少し右に跳ね上げるように書いていきましょう。で、この跳ね上げた先は1画目の書き終わりよりも右に出ないように終わりましょう。4画目、4画目はこちら側にできたスペースの上の方、ここに左払いします。5画目、5画目は4画目のこの辺りに触れて横画を書きます。6画目、6画目はこの辺りから短めの縦画を書きます。7画目、7画目は6画目の書き始めと同じ位置から始まって右に進んで、5画目よりも5画目の書き終わりよりも手前で折れ曲がってきましょう。8画目、8画目は6画目と7画目の書き終わりを結びます。9画目、9画目はこの辺りから縦画を書きます。10画目、10画目は9画目と同じ、書き始めが同じで右に進んで5画目の書き終わりを少し超えたところで折れ曲がっていきましょう。11画目、11画目は10画目のこの横画の部分を3つに割った1つ分目、ここから縦画を書きます。12画目、12画目は10画目の横画を3つに割った2つ分目、ここから縦画を書きます。13画目、13画目はこの4つの書き終わりを通る横画を書きましょう。ポイントとしては、土辺は1画目の書き終わりに壁を作りましょう。この壁よりも3画目の跳ね上げた先が右に出ないように書いていきましょう。あと辺になるので横画は右上がりに書いていきましょう。で、こちらの作りの方は少し横画が多いんですけれども、こことここが同じぐらいの幅で書いていきましょう。あと横画のこの幅が少し分かりづらいかなと思うんですけれども、こういうところを通っています。で、あとは縦のここの幅をなるべく同じぐらいになるように書いていきましょう。で、土辺よりもほんの少し上で終わるといいでしょう。上の方はこのぐらい、このぐらいの差があります。